ません、ちょっと前申し上げます。大学さん、皆さん、どうぞ、もっと前に来てください。大学さん、場所はない。大学さん、三田村さんの本、あなたは読んでください。どうぞ。ファイルちゃんと、まあ、横さん、あなた持ってください。あなたファイル、あなたありますか？あります。皆さん、そのファイルのページ3開けてください。31番、2番、1番、3番と次のページの7番、1番、3番、次のページの7番、シリグルビョンナマハリヒヨン、サハナババト、サハノウナクト、saha viryam karava vahai tejasvi navadhi tamastu ma vidvishavahai om shanti 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 hari om भद्रं कर्णीभिश्रिनुयामधीबाः भद्रं पाशे माक्षभियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागमसस्तनुभिः व्याशेम देवहितं यदायुः स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धस्रवाः Swastina Pusha Vishyavedaha Swastina Starksho Arishtanimihi Swastina Brihaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om
ॐ शान्ति 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 हरि ॐ どうぞ見てます。本の名前も読んでください。永遠の伴侶、スワミ・ブラマーナンダの生涯と教え。スワミ・ブラマーナンダはスラム・クリシュナの直弟子でしたんですね。ブラマーナンダジのこれ霊的なレベルもとてもとても高かったですね。悟りのいろいろレベルもあります。サマーディのいろいろレベルもあります。と一番高いレベルのサマーディの体験、ブラマーナンダジのそれはありました。どうぞ。身辺の事情がどうであろうとも決めた日課は必ず守るというようにして修行に実践しなければいけない。心がひとたび神を思うことの甘美な味わいを知ったなら、そこには何一つ恐れるものはない。その味わいを知ることができるように高徳の人々と交わるようにせよ。誰でももし神の皆という甘露を味わったら、それを唱えるのをやめることができようか。彼の皆の力たるや、人々がそれを感情を込めて繰り返しても機械的に繰り返してもどちらでも効果が現れるというほどのものである。師はよくおっしゃった。ある人がガンジスの包みの上を歩いているとせよ、彼は自ら進んで沐浴することもできる。間違えて川に落ちるかもしれない。あるいは誰かに水中に押し入られることもあろう。そのいずれにせよ、彼はガンジスで沐浴はするのである。と、主の皆の力は実に大きい。アジャミルはまさに息を引き取ろうとしていたが、喉が渇いたので水を取り寄せようと思って息子のナーラヤンを呼んだ。こうして彼は主の瞬間に下脱を遂げたのである。ナーラヤンは神の皆、最後の瞬間に主の皆を呼べば救われるというのがヒンドゥーの信仰である。人の心は常に不安定である。さまざまな理由で散漫になっている。高徳の人と交わると討御されるようになる。徳の高い人々の仲間に入って暮らし、彼らの助言に従うようにせよ。そうすれば多くの悲しみや悩みから救われるであろう。心が神に没入するのでなければ、この世の誘惑から自分を守ることはできない。彼のお慈悲によって心は真理の方に向くことができるのだ。人は彼の道からによって強いのでなければ、マーヤの網の目から自分を救うことはできない。彼の道からによって強くなるのだよ。人生は川のように流れている。過ぎた日は戻ってこない。与えられた時を実り豊かになるように使う者の幸いなるかな。幾多の過去世における幾多の善行の功徳によって君たちは人間として生まれたのだ。主を礼拝し彼を瞑想することによってこの人間としての誕生を恵まれたものとせよ。シャンカラは言った。人間としての誕生、下脱への願望、および高徳な人々との接触、これら3つの最も稀なる便宜は神の恩寵によって初めて得られるのだと。主のお慈悲によって君たちはこの3つを全部持っている。主に到達できるよう努力し、この人間誕生を恵まれたものとせよ。人生は仮初めのものだ。いつ終わるか誰も知らない。一生懸命努力して不滅の諸英名を与えてくれるあの宝を確保したまえ。君たちは若いのだから神を見出すために奮闘努力することができる。人は神を悟るために非常な努力をしなければならないのだ。真ん中の柱にしっかりとつかまっていれば、その周囲を急速に回転しても倒れることはない。シュリ・ラーマクリシノはよくおっしゃった。祭神を拝もうと思って寺に詣でた時に、もし乞食に施しをすることなどに暇を潰していたら、参拝の目的は達せられないだろう。まず人並みを押し分けて聖堂に入り祭神を拝めなければいけない。その後で何でもしたいことをすればよいのだと。皆さんこんにちは。
今日の話の前にちょっといろいろ発表ありますね。一つはそれ明後日23日これアカンドジャポンもあります。アカンドジャポンは例えばずっと朝5時から夜8時までずっと神様の名前祈り瞑想は続けます。リレーみたいですから。それから自分の心と霊のためにそれからその種類実践とてもとても大事です。なぜなら皆さん一緒に神様の名前考えてますから神様に祈ってますからその種類波動神聖の波動を感じ取ることもできますね。受けることもできます。もちろん自分のうちでも実践してますけれどもこれは雰囲気ありますからね。こっちお寺毎日毎日我々は瞑想してますから祈ってますからその雰囲気の中にもし我々は霊的に実践しますと我々はもっともっとその波動を受けることをできます。そして皆さんできるだけぜひ参加してください。これ大丈夫ですか。それからもちろん1時間2時間どっちでも大丈夫。最初1時間ちょっとお休みそれからまた1時間そのままで、できます。もちろんお昼ご飯こっちも出ます。下にちょっと紙あります。皆さんの名前スケジュールですね。皆さん名前何時から何時まで、それも皆さんどうぞ書いてください。それの次のプログラムは教会の26日、それ23日お休み皆さん知ってますね。日本のお休みですから、ね、大丈夫です。26日はホームレスナラヤナホームレス神様それのために我々お世話ありますね。例えば横浜一つ公園に行って我々はします。それのために大体向こうで12時から例えば2時まで2時2時半までそれもし皆さんの興味あればそれも我々に、ね、連絡してください。教会から車行きます。直接向こうでも行くこともできます。それについてこっち横里さんいます。横里さんにコンタクトしてください。それは来月はバゴバッドギターありますね。インド大使館ディセンバー4ですね4日。それ2時から4時4時半までですね。それ来月の12月の礼拝第3日曜日のテーマは束縛と下脱 Bondage and Freedom。 束縛と下脱それがテーマです。それから我々キスマスイブ我々教会に我々は祝いますね。イエスのクリスマスイブ。それ24日。その週7時からとても面白いプログラムは我々は作ってますね。例えば、聖書から読むとイエスの礼拝、アルティ、それからお供え、それからキャロル、英語と日本語であります。ちょっと瞑想、それの後晩ご飯出ます。それは24日のプログラムです。それから1日、正月、その日はこのお寺の中に最初はちょっと我々の聖典からヒンズー教の聖典、イスラム教の例えば仏教、キリスト教の聖典といういろいろとちょっとチャンティングもあります、ベドナモントロ。それの後ご飯を食べて我々歩いて大仏に行きます。大仏例えば1時間ぐらいかかります。最初は大仏に行って向こうからバスで鎌倉駅に戻ってそのキリスト教の教会やります。それから向こうに入ってその教会のちょっと祈ってます。それ一番最初はヒンズー教それの次は仏教
それからキリスト教最後にこれ八幡宮神徒教だから残念ですね、イスラム教のお寺ないんですから。そしてあったらもちろん我々も向こうで入って祈りたいですけれども、だからもう今までないんですから残念です。それが大体我々のプログラムのついて発表です。皆さん覚えてください。できるだけ気持ちで参加してください。今日のテーマはマントラですね。ヒンズー教の伝統でマントラ、それ、今日は主役さないですから、たまに時々英語で話しますけど、大体いつも英語、日本語だけ。それが何が話します。最初はマントラ、デフィニッションのマントラ、マントラの定義。マントラ in different spiritual traditions of the world、世界のいろいろ宗教の伝統でマントラ、それからマントラ in Hinduism、ヒンズー教の考えで伝統でマントラ、それから different purposes of マントラ chantingマントラチャンティングのマントラの実践のいろいろ目的、それから2つ種類、2タイプのマントラ、2つ種類のマントラ、それからコンポネンツのマントラ、マントラどのように作ってます、それからマントラ and God、 マントラと神様、 examples of some mantras、 マントラのちょっと例え、例、 explanation of OM、 OM マントラの説明、 explanation of Gayatri マントラ、 Gayatri マントラの説明、Practice of chanting of mantra. どのようにマントラを実践します。Selection of mantra. マントラをどのように決めま、選べます。それから initiation. 例えば、グルからどのようにマントラを受ける。それから necessity of repetition of mantra. どうしてマントラを繰り返し、唱えることが必要です。How many times?例えばどれぐらい and when it's different ways of mantra chanting、 マントラの唱えのいろいろ形、マントラ and visualization、 マントラと瞑想、それから effects of mantra chanting、 マントラの結果、それから conclusion、 結論、何が important things toRemember for getting the effects of mantra chanting. マントラの結果、どのように出ます、それについて最後の説明。一番 first、最初は、その種類マントラの話の目的は、普通は例えば口、信者の中に、例えばある人は、あのシャル信者はイニシエーション受けました、受けましたけれども、本当に今本当の目的は何ですか、時々分からない、時々混乱も出てます、実践の時いろいろ問題も出てます、例えば最初はする気ありましたけれども、だんだんする気も減らしてます、モチベーションだんだん、それもあります。もう一つの種類は、ね、これは参加者、イニシエーション受けませんでしたけれども、ちょっと興味あります。ちょっと知りたい。何が問題？なので、いっぱいあちこち我々は知ってますね。マントラ、マントラ、マントラ。今はマントラ普通ですけれども、本当のマントラは何ですか？いろいろ皆さんは混乱もあります。あまりはっきりわからないもあります。そして本ありますけれども、もし直接はもしその説明あれば一番いいと思います。それから後でもちろん分からない部分について、これもちろん説明またできますけれども、それとりあえず我々は説明します。 So there are two types of devotees, two types of spiritual seekers. One type, they get spiritual initiationbut they do not know what is, sometimes they do not know what is the real initiation. Or sometimes even if they know, there's some confusion is there.
or sometimes the motivation is gradually decreased, the motivation for taking the initiation. So, so we need to discuss that. And some people are there who have heard of initiation but do not know really what it is. So we'd also like to discuss this. Now, first is Saishwa Mantra no Teyi. What is the definition of mantra? Kore itachu Sanskrit sono teiga Sanskrit desu ne. Mananat trayate iti mantraha. Mananat trayate iti mantraha. Sorono imi wa tateva aru mantra wa kurikaeshi aru mantra kurikaeshi kurikaeshi tonaereba aru mantra wa kurikaeshi kurikaeshi tonaereba sono mantra no imi wa fukaku kangaereba nan no kekka wa demasu gedatsu wa demasu gedatsu tateba sokubaku kara kaihou suru desu ne sokubaku kara kaihou suru shuchaku kara kai shuchaku sokubaku iroiro kara muchi kara kaihou suru sore no kekka de seisho rebirth mo naku narimasu ma nai desu sore dake de anaku ちょっとそのモントロを我々に守ります。守りますね。守る。わかりますね。なん例えばいろいろ危ないもの、それから苦しみ、悲しみ、恐怖、恐れ、いろいろから我々に守ります。それからもう一つは、世俗の海ですね。世俗の海を渡らせます。ね。渡らせます。モントロの力で我々は世俗の海。海。世俗の海を渡らせます。それもモントロ、それで意味です。モノナット。モノナットの意味は何回も何回も唱えると考える。トライアテ。トライアテはセーブ。Saving, protecting, liberation ですね。The saving さっき言いましたね。守ります。それから、下脱も出ます。渡らせます。そういうのいろいろ、モントロの結果ですね。それから、モントロとホリーフォルムラです。モントロは何でしょうか？もう一つは、神聖な公式。ね、公式。あ、そうです。公式。公式フォルムラ、公式形式、そう形式、それ神聖な形式、それから、モントラと日本語で神言ですね、神言普通言ってるので、だから我々はモントラそれを言います。今モントラ本当に世界普通今英語の辞書でもモントラ出てます。モントロ本当に。それからモントロの景色、一つ神聖な景色、ホリーフォルムラ。もう一つは神秘的な景色。神秘的な景色。時、なぜなら本当に説明難しいですけれども、それの結果出ます。これは神秘的ですね。本当に説明できないですけれども、結果は出てます。それは神秘的。なぜなら我々言葉は言葉。の限度ありますね。言葉で全部説明できないですね。言葉の全ありますから。例えば、本当に霊的は霊的なものを言葉で説明はできない。言葉をそれを超越します。超越ですね。言葉でいろいろ説明ありますけれども、あるポイントの後、それ言葉はね、それを超越します。超越しないと本当に霊的な経験できない。そしてモントラも同じですね。それも限度あります。それとそして
神秘的な景色ですね。ミスティックフォルムラ。もう一つはモントラは神様の場所、神様のうち、それも言います。Abode of God。So first is holy formula, second is mystic formula, then abode of God。それも言います。モントラについて、モントラは神様の場所です。我々の場所、建物は例えば木材で作ったもの、シメント、コンクリート、石で作ったものですけれども、神様の場所はそれではない。神様の場所は神聖な言葉ですね。それで一つ、神聖なものです。それから次は、モントラ in different spiritual traditions。いろいろ世界の伝統、霊的な伝統、宗教の伝統でモントラです。最初は仏教。仏教の中に一つとても普通ですね。それから例えば何なんですか、飲む阿弥陀仏ですね。飲む阿弥陀仏、それが普通です。飲む、わかりますね、皆さん。飲む、飲む、ナマステの飲む。皆さん知ってますね、飲む、ナマステ。飲むの意味は頭を触る。頭を下げる。頭を下げる。それが、例えばこれが飲む。そう、他の人の中に神様います。そのことを考えて、その人の前に頭を下げる。それが飲む。そう、神様もお寺の中に神様います。それ神様の像の前に行って頭を下げる。それが飲む。お釈迦様、神様の化身も同じ。の前に頭を下げる。尊敬の一つ形ですね。尊敬。それが飲むが飲む。サンスクリットが飲むは。サンスクリットが飲むは。日本語で飲む。なぜバウェルないと発音できないんですからね。それ飲むになります。本当に言葉飲むは。その飲む、阿弥陀仏。阿弥陀仏は二つ。阿弥陀仏とブッダ。二つことを合わせて阿弥陀仏。阿弥陀仏はいっぱい、いっぱい光。ね、明るい。照らすです。照らせます。それは、阿弥陀いっぱいいっぱい。限度ない。アバ。アバミス、ジョーティ。ね、ジョーティ、光。霊的なライト。霊的な光。阿弥陀仏。そう、お釈迦様の一つの名前は阿弥陀仏。もう一つは、ブッダ。ブッダは、例えばね、目覚めさせられたの状態。わかりました？目覚めさせられたの状態。プツはわかる？それから、awakened。In English, awakened. Buddha is awakened. どうして awakened? 我々もそうでしょ？我々の状態も目覚めの状態です。ブッダの状態と我々の状態は何が違います？霊的な考えで我々みんな目覚めの状態も寝てます。それも睡眠の状態ですね。なぜなら、その目覚めを本当に時も無知があります。無知、霊的なイグノレンス。ありますから、それも本当に睡眠の状態。ブッダだけは、ブッダの状態、ブッダの意味は悟った人。ブッダ、ラマ、クリシナ、キシナ同じ、same。So they're all state of awakened。超越の状態。ですね。So 超越の状態。本当にお釈迦様、ラマとクリシナとイエスとみんな、ラマ、クリシナみんな同じ。ですね。悟ったの状態。So それがさっき言いましたね。目覚めさせられたの状態です。その特別な意味でその状態ですね。普通意味ではないんです。それがモントラです。ナモアミダブツ。一緒に唱えましょう。ナモアミダブツ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 。ですね。それから次はキスト教。キスト教の中にもあります。なぜみんな宗教の中に
同じ考え出てます。神様の名前繰り返し繰り返し繰り返し唱えれば本当に霊的な結果出ます。そしてそのことを考えてずっと昔から全ての書記の中にその書類ジャパンね、サンスクリットで繰り返し繰り返しモントラを唱えますとサンスクリットの言葉はジャパ JAPA ジャパ、それ言います。それジャパヨガね、言ってカルマヨガギャナヨガ僕ではありません。それはジャパヨガ、それジャパ神様の名前で繰り返し繰り返し全てのね書記の中にその伝統ありますね。そして先仏教を言いました。今は先そう今キリスト教、キリスト教の中に2つですね。1つアベマリア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 、1つもう1つちょっと長いジーサスハブマルシーオンミー、ジーサスハブマルシーオンミー、マルシー分かりますか。メガメガネグミネグミコンパッション恩寵ジヒメガメグネもう blessings blessings compassion so jihi megumi oncho いろいろありますね。 Jesus have mercy on me Jesus have mercy on me どうぞ。 Jesus have mercy on me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 。OK、一つ。アベマリア、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 アベマリア。それから次はイスラム。イスラム教の中にもあります。イスラム教の普通はナマージ。ね、皆さん知ってますか？皆さん5回毎日。絶対祈ります。どこでもいますと立ってね、皆さん見ます、見たことある。イスラム教のイスラム教徒のその人ナマージ立ってまーときで座りますでしょ。それ一つもちろんありますね、神様に。それ以外もう一つあります。それはジャポン。さっき私は京都に行きました。京都、京都向こうでちょっと小さい国際会議がありました。国際、これ、宗教の国際会議。その国際の会議は仏教とスフィ、スフィがイスラムの一番自由主義、その宗派ですね。イスラム教の中に一番自由、これ、自由主義は、これがスフィですね。スフィとヒンズー教のいっぱい似てます。ヒンズー教のウポニシャットとスフィの哲学いっぱい似てます。それそしてスフィの聖者の信者の中にヒンズー教徒もいます。ムスリム教徒もいます。イスラム教徒もいます。なぜ本当に自由主義ですから。そして先行きますね、それスフィと仏教とヒンズー教、それのダイアログ、それの会議、教徒向こうで 3日見ていろいろいろ本当に本当に良かったです。みんな自分の伝統、何が伝統、みんな説明、時々練習実践もありました。その時私そんなに知らなかった。私は聞きました、スフィの一番大事な実践は神様の名前繰り返し繰り返し唱える。びっくりしました。私全然知らなかったですね。神様の名前繰り返し繰り返し、本当に一緒でしょね。ヒンズー教も一緒でしょ。神様の名前、そうスフィの中にそれがそれ言ってもね、あるパキスタンから来ました、その方お坊さん来ていました。我々のスフィの一番の木、一番大事な実践は神様の名前繰り返し繰り返し繰り返し唱える。だから小さいもあれば大きいのは、例えばアラ知ってますね。アラ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 、昔もしヒンズー教ね、ヒンズー教とある信者はアラアラ言いますと、皆さんあなた今ムスリム教徒になりましたから今
ダメです。もう入りヒンズー教の社会の中に入ることできない。だから我々のその恐怖ないですね、その心配ないですから、どうぞ皆さん一緒にアッラアッラ唱えます。大丈夫ですか？だから我々宗教の調和に信じてますからですね。 OK、 始めましょう。アッラ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 。 OK。 それからその時我々一緒に時々食事してますね、しました向こう。その時そうパキスタンから5人ぐらいみんなイスラム教来て私の話してました。私は言いますと我々のお寺の中に毎週日曜日朝特別な参加あります。その時我々は聖典ともちろんこれいろいろ読んでますけれども、参加してますけれども、仏教と例えばお釈迦様の教え、それから聖書バイブル、それからコラン、ね、モハンマドの教えも我々参加してます。皆さんびっくりしました。そうですか、全然信じられない、ヒンズー教のお寺の中にコランを、ね、唱えます、信じられない、本当に。それ私は言いました。なぜなら我々宗教の調和に信じてます。口だけではなく実践してますから、個人的なレベルではなく我々のみんな団体のグループのためにもそれをやります。とってもとってもみんなそれムスリム教のみんなお坊さんびっくり喜んでます。そうでしたか。そうです、そうですね。それからムスリム教の伝統ですね。それから今から、Do you understand? What you say? Why no? This is simple though. Islamic tradition, Allah, Allah. Why don't you? It's clear. Islamic tradition, we chant Allah, Allah. Then past Buddhist tradition, we say Namo Amida Butsu. Then Christian tradition, Ave Maria, Ave Maria. I think it's... Okay, you meditate and then you will understand. Okay, then, so what we said, they became very surprised because I attended one international religious conference, a dialogue between the Sufi, Buddhist and Sufi, Buddhist and Yogi, Hindu tradition. So there I discussed, there I informed that we also chant from Quran every week. From our scripture, from Buddhist scripture, from Bible, and also from Quran. So they are very surprised and happy. Now, 今からヒンズー教の伝統でマントラ。今から。それから一つはヒンズー教のその種類伝統はとてもとても古いマントラ。ね、マントラのチャンティング。ずっと昔からあります。So, 2つ種類モントラ。1つが長い、もう1つは短い。長い、いつも長いは、例えばベードのモントラ。So, 2つ、1つベードのモントラ、もう1つトントラのモントラ、ね。ベードのモントラとトントラのモントラ。とベードは一番昔我々の聖典ですね、ベード。それの中にいろいろモントラを使ってます。神聖な言葉。ですね、例えば儀式の時いろいろモントラを唱えてお供えします、ね、神様にお供えします、礼拝します、いっぱいモントラあります、儀式のモントラ。それからもっと長いですね、例えばそれの中に平安のモントラあります、ね、ピースピースモントラ、さっき我々一番最初唱えますね、サホナーバブトサホナウフナクトオムリム、例えばタッチャンヨーラブリニマヘバッドランカルネビープルノマダミナ、ね、ヘイヤンのモントラですね。それからもう一つのモントラ、神様に据いて神様の本性に据いてもモントラあります。例えばガヤトリモントラ、オムプルブバッサッタ
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। それから神様と自分の本性についてもマントラあります。とても偉大なマントラ。例えばアハンブラマスミ、私はブラマンです、私は絶対の真理です、ソーハン、それは私です、それはそのブラマンは私です。それからいろいろ自分の本性と神様の本性についてもマントラあります。それいろいろマントラあります。と普通はベイドのマントラはちょっと長いですね、長い。それからゾッとあってトントロは出ます。トントロね、トントロ皆さん聞いたことありますね。トントロ、ゾッとあとで。それ今普通のイニシエーションはトントロの伝統です。ベイドのマントラで、ベイドの時イニシエーションあまりなかった。今の状態の今の形のイニシエーション昔なかった。もちろん勉強の前ちょっとイニシエーションあります。例えば学生、例えば生徒を聖者先生に場所に行って森の中に行って、それ勉強の前、それからちょっとイニシエーションがありましたけれども、今のイニシエーションと昔のイニシエーションちょっと違います。現在のイニシエーションの形はトントロです。トントロの伝統です。トントロは本当は何でしょうか。トントロの中にプルシャとプロクリティ、二つプリンシプルの現象ありますね。ベーダント一つだけブラッマンですね。そう、ブラッマンとブラッマンの力、ブラッマンとブラッマンの同じですですね。だから本当に一つ、非二元論的です。ですからトントロは最初は二元論的、プルシャとプロクリティ。とプルシャは絶対の真理の一緒です。プロクリティはとマヤ、例えば根本エネルギー、根本エネルギーですね。根本エネルギー、プライマリアルエネルギーとプロクリティ、マヤ、ショクティ一緒です。とトントロの考えで最初はそのプロクリティに守って、プロクリティに頼ってください、ね。プロクリティに礼拝してください。ショクティに礼拝してください。それの手伝います。手伝ってあなた最後に悟りはできます。それはプルシャとプロクリティ。とプルシャとプロクリティはとショクティとプルシャ同じです。マヤとショクプルシャ同じですね。それ今のイニシエーションのプツ形はそのトントロの。そのトントロのイニシエーション、真言、いつもモントロが短いですね。その短いモントロが普通ですね。その短いのモントロの中に一つ種類はビージョモントロ言います。ビージョモントロ、種のモントロ、種分かりますね。種がビージョ、ビージョはとても小さいでしょ。例えばバニアン知ってますね。これバニアン分かりますね。例えばボートリーですね。お釈迦様それの下に座って悟りましたね。その何ですか、そのあ菩提樹、その菩提樹、その木が大きい、別ですか。発音正しいない、え、何、え、サラ、サラソジュ、サラソジュは違います、サラソジュはまた別です。菩提樹、河合さんとても経験になりますから。サラソウジュはあのサラの木で白い花が咲いている。OK、菩提樹。OK。そう、菩提樹の種、見たことありますか？見たことある？小さい、一番小さい。とっても小さい。けれども、それの中に大きな菩提樹の力入ってます。英語で beautiful word potentiality、 potentiality、 サミビベカンのとっても一つ有名な言葉あります。 Each soul is potentially divine。 Each soul、 皆さんの魂の中のそれの本当に聖天、霊、
霊的な力入ってますですね。皆さんの魂の中に霊的な力いっぱい、霊的ないっぱい力入ってます。とっても有名です、シャーミー・ビベカのその言葉。Each soul, each soul is potential, 同じ potentially divine, potentially. それ例えば、その菩提樹の種の中に大きな木の力入ってます。それがビージョ。それはビージョね、シッド、マントラ。その種類、マントラも小さい。例えば、オーム、オームだけ。オーム、オーム。あるウポニシャドのテーマはオムだけ。一つありますね。マンドゥックウポニシャドかもしれない。それの中に、多分マンドゥックウポニシャド。それウポニシャドのテーマオムだけ。オムの意味なんですか、どのようにオムを瞑想します、どのように実践します、それの結果なんでしょうか、それだけ。ですね。そのオームがタニーモントロの例えですね。それは一番小さいモントロ。その種類、リーン、クリーン、クローン、ゴン、いろいろあります。もう一つは、ちょっと長い。それのモントロの中に、ビージョモントロ、タネモントロと神様の名前、合わせてそのモントロあります。例えば、ゴン。ガネシャーヤナマハ。ガネシャー知ってます皆さん、ガネシャー。So, ガネシャーのビージョモントロ、タネモントロは何ですか、ガン。So, ガン、ガネシャーヤナマハ。で、マダルカリ、リン、クリン、ドクシノカリカウイナマハ。ね、我々も覚えてますね。ドクシノカリプジャの時、いろいろね。それ、これ、お花をお供えします。それから、ホマの時ね。ホマの時いろいろでお供えね、火に、その時、リン、多分、リンクリンドクシノカリカイノ、リンクリンドクシノカリカイノ、リンクリンドクシノカリカイノ。それ、リンクリンは種モントラ。ドクシノカリカイ神様の名前。例えば、ゴン、ガネシャーヤのマハ。ゴンがビージモントラ。ガネシャ神様の名前。あ、ナマハ、プツ、ナマミダプツのナマハ。そう、ゴン、ガネシャの、それも二つ種類モントラですね。どなた作りました、そのモントラは。誰でも作りませんでした。永遠です。なくならない。破壊の時もなくならない。いなくなりません。状態だけが変化させています。例えば素材から生命、それだけ。また生命から創造の時、また生命から素材に現れています。そのモントロ永遠です。そのモントロは聖者のハートの中に現れています。現れてますね、appear、現れてますから、そのモントロを唱えて、その聖者は悟ってます。その悟ってますから、そのモントロは本当に今シッダモントロ。例えばシッダモントロの意味なんですが、その種類モントロを唱えて人は悟りました、悟ることをできました。その時からあるモントロ、あのビージョモントロは一つモントロの形になりました。一つモントロの種類になりました。そのままで、オウも同じ、リンも同じ、クリンも同じ、みんな同じ。本当に人は作りませんでした。ある人は聖者を作りませんでした。聖者の中に、聖者のハートの中に現れました。昔からありましたからでも現れました。それだけですね。それは一つで、そのモントロの名前ですね。それから今、God and God's name。God and God's name。さっき言いましたね、モントロの中に。God's and God's、ブスナブル、アクアナウスワルボルビ。So、God's、モントロの中に God、サミキますね。神様と神様の名前あります。どうして神様の名前？なぜなら、名前と形、
離れることできない。名前と形いつも一緒です。もし私可愛さにいますと、すぐ可愛さの形も表れますね、思い出します。では可愛さの形現れますと、可愛さの名前も現れます。そして普通は名前と形一緒です。離れることできない。 difficult to distinguish name and form。 So 神様と神様の名前一緒でしょ。 God and God's name is same、ね、同じ。 So 神様も神聖、神様の名前も神聖ですね。そしてみんな重さが同じ。ある一つ物語あります。クリシュナをキシノのお、ね、皆さん、キシノを何が測りたい重さ測りたいでした。それから一つ何がスケール、天秤。一つプレートのにキシノに立ってました。もう一つ別の何がプレート、その中に最初はいっぱい金。ゴールド、いっぱい金いっぱいね、向こうで取っていました。だからいつもキシノは 重かった。反対はライト、軽い。キシノは重かった。いっぱいいっぱい金、ジュエリルであっても同じ。その種類、皆さんちょっとお疲れました。どうでしょうか、何がどうしよう。本当にキシノの重さが知りたいです。どのように理解、どのように理解しますか。その時キシュナのある信者奥さん言いました。ああなるほど。皆さんトゥロシー知ってますね。トゥロシー一つ葉っぱありますね。ベシル葉っぱ。トゥロシーの上キシュナの名前書いてください。名前書いてそのお皿に取っておいてください。結果を見ましょう。それみんな金のどけて、それだけ取っておいた、ほんのに一緒になります。重さ知ってました。その物語は前知ってました。同じ、いろいろいっぱい物語を面白いやります。そしてそれが何が、その教えレッスンが何ですか。その物語のいうことは何ですか。神様と神様の名前一緒です。で皆さん考えれば、もし私は可愛いさん言いますと、神様すぐはい今と来ます。だから神様は出ない、現れない。神様の耳の問題ありますか。もし問題あればもちろん来ないでしょ、ね、問題あるとき来ない。なんで聞こえないですから。時々その信者もそのことを考えてます。神様の耳はちょっと問題あるかもしれない。何回も神様ラモキシュナいますけれども現れてないと、神様の耳の問題あるかもしれないそれではない。本当にずっと神様は聞いてます。だから神様現れてませんですけれども聞いてます。無駄ではないね、我々の何回も唱えますけど、無駄、もったいない、私の力もったいないではない。本当に神様聞いてますよ。いつ現れます、神様知ってます。例えば、あるムスリム教、先言いますね、アッラーアッラーアッラー、ムスリム教とムスリム教の信者、大きな声でアッラー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 呼んでました。他の人をどうしてあなたそんなに大きな声でどうして呼んでますか。あなたのちょっと疑いありますか。神様聞こえないですから、ちょっと大きな声で唱え、神様と神様多分聞きますかもしれない。なぜ神様天国に住んでますから、ちょっと大きな声で読めないとつきません、できない。そんなことない。なぜなら神様はアリ、分かりますね、アリを歩きますね、
皆さん聞いてますか、その我々の例を歩きますと、例えば私はずっと道で私歩きますね、ずっと向こうから人を聞いてます、それの聞こえます。なぜなら靴のと大きな音出てますね、靴の、さあそうずっと後ろからね、そう人の聞こえます、歩きの、アリも歩きます。音を聞いたことありますか？あります？聞こえない、全然。神様、アリの歩きの音も聞きます。そしてあなた、そんなに大きな声で唱えなくても大丈夫です。Do you understand? One Muslim, this is in the Gospel of Ramakrishna, this example. One Muslim was calling very loudly, Allah, 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 because he thought that God lives in heaven. So unless he calls it very loudly, God cannot hear. Then another person said, why do you shout so loudly? Do you think that unless you shout loudly, God cannot hear? It's not that. Because God even hears the footfall of an ant. How beautiful. God hears, Minasan, Moshe Ego. God hears even the footfall, footfall of an ant. God hears even the footfall of an ant. So it's not necessary to chant loudly. Ikkuri,静かにも唱えても全然 OK です。 So this is the God's name、yeah? So if we call God's name, then 同じ神様を聞きますですね。神様の神聖、神様の特徴が同じですか、一緒ですから、特徴も同じでしょ、性質も同じでしょね、神様と神様の名前一緒ですから、神様の力、神様の性質、神様の本性とモントラの名前同じでしょ。そのモントラも神聖です、モントラも清らかですでしょ。 Same そして神様の名前唱えれば、モントラを唱えれば、神様はずっと全部聞きます。もったいない、もちろん神様を聞いてます。言葉の力もあります。なぜなら皆さん、モントラの力は何ですか、わからない。皆さん例えばね、例えばもし私言いますと、天の子あなたの頭いいですと、天野君そのことを喜びます。もし天野君、あなたの頭おかしいです天野君怒りますかもしれない。 それは言葉の力です。でしょ、頭いいとても喜びます、頭がおかしい変と怒りますでしょ。それは言葉の力です。だからモントラの力あります。ですから神秘的、普通ではないですから。何の結果わからない。ですけれどもあります。それを信じなさい。信仰大事です。Faith ですね。なぜなら説明できない。普通わかることできない。道具でその結果をわかることできない。見ることできない道具ですね。インストゥルメント。ですけれども出てます。そして神秘的です。ありますから、その信じなさい、ね、信仰が大事です。So, 今モントラ、 So, different purposes、 何が目的、モントラの目的は何ですか、唱えるのを今説明します。一つ目的は世俗的、利己的、ね、つまり利己的。例えば何が世俗的、私は体良くなります。富、本当にそのモントラあります。
富がいっぱい欲しい、お金いっぱい欲しいですか、そのモントロを唱えてください。皆さん知りたいですか知りたい、仕事いらないそのモントロだけ唱えればでんね、棚からボタムチ、ボタムチ、ボタムチ落ちる空からお金空からお金ゾーッと来ます、落ちます。だから本当にあります。だから私は実践しませんでしたからわからない、何が結果出ます。だからあります。それは世俗的モントロの唱えるの世俗的な、それは世俗的、その種類モントロのね唱えるの目的は世俗的で、あります、本当にあります。ベーダのいろいろ儀式ね、儀式のいろいろモントラを唱えながらそうしますと本当にいろいろ結果出ます。もう一つはモントラは平安のモントラですね。例えばさっき言いました皆さんのシャンティシャンティシャンティありますね、3回。最初のシャンティは、ね、シャンティモントラですね。一つ最後のモントラはシャンティでしょね、サハナボート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 。一番最初のシャンティは神様のシャンティ、平安。次のシャンティは自分の心のと体。First is God's peace. Then the next, myself. Then the third シャンティは全ての人、人間の皆さん、全ての生き物のの平安、幸せ。それはモントラ。それだけでのモントラあります。サラバンバッダーニパッシャントサラベーサントニラマヤハマカシチドッカバグバベーッ。Let everyone be happy. Let everyone be peaceful. Let everyone be free from suffering. でしょ？皆さんの平安、皆さんの幸せ、皆さんの元気くなります。それ皆さんのため、それもモントラあります。もう一つは自分の道徳的と霊的、それのためにね、道徳的と霊的、モラル&スピリチュアルのデベロップメント、発達のために、きれい、心もきれい、霊的もいろいろ、それの結果。そのモントラは、普通のモントラはそれです。真言、イニシエーションはそれです。自分の道徳的と霊的のために、ね、道徳的と霊的な結果のためにイニシエーションを受けてます。ですね。それから今、一つモントラを説明します。もっと詳しい。例えば、オーム。オーム、とても普遍的ですね。一般的、普遍的、国家的、わかりますね、国家的、コンプリヘンシブ。どうして普遍的？なぜならそのオーム、ヒンズー教のオームですね、キリスト教の中にアメンになってます、アメン。イスラム教のアミン、オームです、源はオームです。オームからアメン、アメンからアミン。ですね、そう、オウムが普遍的です。すべての宗教の中その種類、あ、仏教の中にももちろんオウムあります。オウムありますね。オウムの阿弥陀仏、オウムの阿弥陀仏あります。で、普遍的です。そのモントラはすべての言葉、すべての音、すべてのラングエージの源です。なぜならそのオウムの中に3つ、これ音節ですね。音節わかりますね。音節。三つ文字あります。It's a syllable. Om is a syllable. What is that? What are the letters? A, U, Ma. A, U, Ma. 一番最初我々の音を出すとき、ね、例えば喉から、喉ですね。喉。喉、喉ですね。喉から一番最初の音が何が出ます？あー。皆さんどうぞ。あー。自然で。あ、それ自然でしょ。あ、それからそれをロールしますね、中に舌。
それ喉から出ますね。だん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 進みますと、その中に何が、ね、次一番最後は何ですか？口で、唇。そ、唇でまになります。唇でまーまーまー。そして全ての言葉が同じでしょ、全てのとも同じでしょ。インド人、日本人、イギリス人、アメリカ人、違いません。みんな同じ、同じ、同じ種類発音ですから、形が、発音の形は同じですから、喉から出ますよ、耳から出ない。そしてそれから音から出ますか、本当に同じでしょ。 OK、 皆さん、あー、どうぞ、あー、うー、まー、今、ゆっくりゆっくり、あー、うー、まー、繰り返し、あー、うー、まー、あわかりますね。それももっと説明あります。オーは創造の神様、ウーは意地の神様、マーは破壊の神様。オー denotes the god of creation、 ウー denotes the god of preservation、 マー denotes the god of annihilation、 destruction ですね。それだけではなく、アーは世界のシンボルです、世界。マーは天国のシンボル。ウーは真ん中の場所。世界、天国、そ、世界の天国の 前の場所。地球、地球、天国、その真ん中の場所はウーですね。3つ場所あります。アー、ウー、マー。それから、オウマもまた、オは目覚めの状態、ウは夢を見るの状態、モは睡眠の状態。一緒に、これは別々とそれ説明です。オウム、一緒には絶対の真理のシンボルです。一緒に、オウム、ね、絶対のシンボル、ブラマン。それからオウムは、超越の状態のシンボルです。トゥリア。別々と咲きますね。睡眠、目覚め、夢、睡眠、ウェイキング、ドリーミング、ディープスリープ、アウマ。But オム、一緒にトゥリア。わかる？超越の状態のシンボル。そしてオムが本当に神聖です。いつも、ヒンズー教のいつも使ってます。儀式の時、仏の勉強の時、いろいろ祈りの時、モントの中に、おうも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 ういっぱいでしょ、うん、一番最初、一番最後。オウムサハナーオブトオウム。オウムシャンティシャンティシャンティハリヒオウム。でしょ、そのガイトリのと、オウムブルブバッサハ。タッサビトゥルバレンニャムバルゴデバッサディマヒディオヨナプラチョダヤトオーム、オーム、でしょ。そしてなぜならとってもとっても神聖ですから。それからもう一つはガヤトリマントね。ガヤトリマントもとても有名ですね。ガヤトリマントは皆さん聞いたことあります。ガヤトリマント。オムブルブバサハ。
それは3つ種類の場所、さっき言いましたね、ブルブバサ。タッソビトゥールバレンナン。例えば、太陽様。バルゴデバス、その太陽様と神様。向こうから世界を、あなた宇宙を作りました、バルゴデバス。ディーモイ。私はずっと集中して、その瞑想してます、その神様。我々のディオの私、我々に知識をあげてください。それが意味です。ね、神様、あなたはとても明るいです。あなたはその宇宙を作りました。私はあなたに瞑想しています。私に知識をあげてください。理解をあげてください。そのモントです。OK、私はゆっくりゆっくり唱えます。皆さん、どうぞ真似してください。おー、最初。おー、最初私。あなた、真似。後で。おー、ちょっと、ちょっとピッちょっと大きい。おーん、おーん、もう一回。おーん、ブルブバッサハ、タッサビトルバレンニャム、バルゴデバスヤ、ディマヒ、ディヨヨナ、プラチョダヤト、オーム、オーム。完璧です。ありがとうございます。とっても深い意味です。インドでいっぱいいっぱい人がやってるもんだろう。ね、唱えてます。ですね。Necessity of repetition. Why should we 繰り返し、一回も随分でしょ。オン、終わり。ナモアミダ仏、終わり。だ正月の時、一日だけで祈っても終わり。もう祈りたくない。もう行きません、神社。一日随分です。モントも一回だけ唱えても随分です。そんなこと。もしあなたのレベルが一番大きなレベルと一回随分です。もし我々のね、理解の、ね、霊的なレベルがね、で本当に一回 OK で、毎日一回随分。普通それではないですから、ですね。そして、繰り返し繰り返し、必要です。どうして必要です?なぜなら、今の現在、我々の心の状態は、ほとんど世俗的です。ほとんどラジャスとタマスです。そっとはないですけれども、何ちょっと少ない。そっと少ない。ロジャストもいっぱい。世俗的いっぱい。考え、欲望、親切、小さい。ですけれども、本当に楽観主義、オプティミスティック。ですけども全然 OK です。今から頑張りましょう。動力ね、動力ですね、動力、目覚めよう、立ち上がれ、ね、知ってますね。達する目的を達するまで頑張らなければ、何次頑張らなければいけません、ならない。頑張らなければならないでしょ。そして頑張ります。そして繰り返し繰り返し、どうして、なぜならそれも反対欲しいです。今世俗的大きい、それから反対欲しいです。なぜなら今神聖神聖神聖
の波動がいっぱい欲しいです。そっとの状態、本当に増えられたい、増えさせたい、どのようにします。突然できないでしょ。マジックではできないでしょ。マジック、超越的でできないでしょ。突然できないでしょ。それのために実践ないで、どのように実践します。繰り返し繰り返し繰り返し、今何回も何回も何回も接続的の考えましたから、今接続的な状態が大きいです。でしょ。他の人の責任ないです。神様の責任ないで、私の責任です。なぜなら、ずっとずっと前世接続的根性も接続的な考えがばっかり、Our secular thoughts are so much. Why? Because many, many times, many, many lives we thought secular thoughts. So now it is that is the situation. Our present condition is very secular. If we want to reverse it, antai, then we have to think consciously spiritual thoughts. You understand the logic?皆さん理論わかりますか？論理的わかりますか？論理、本当に論理でしょ。最初は私の責任です、考えます。今の状態接続的がばっかり、それの責任、私の責任です。どうしてその状態でした？なぜなら昔今接続的な考えいっぱいでしたから、それが状態です。もし反対したいなら、それを直したいなら、簡単で、それはね、今からぞーっとぞーっと神聖のことを考えます。どのように考えます？マントラを唱えます。一回でできない、なので一回で、ね、それ深く印象が深くならないですね。そしてなぜならいますけれど、また接続的が現れます、ね、一回いますと、また接続的が治らない。そして反対したいなら、同じ繰り返し繰り返し繰り返し、一生懸命、オンナマシバーヨ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 オーモ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 ーノモミダブツ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 ーアラララアララ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 ラ、どっちでも選んで続けてください。繰り返しをしないと反対はなりません。状態は治らない。それは理由です。どうして神様の名前へ繰り返し繰り返ししなければならない、これが理由です。グルー、私のイニシャル抜けた、その時私のグルーいました。少なくても朝108、夜108、そうしなければならないですから、私は約束しましたから、しょうがない。それは朝、おん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 、ね、また夕方、おう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 、108、終わり、まあ、プリー。それでできないんです。治らない。その時もいろいろスケジュールのことを考えます。スケジュール、明日何をします、どうしよう、治らない、反対できないですね。そしてもし本当にしますと、108、少なくても108、なぜなら目的はそれは随分、それで少なくそれでももっともっと作ってください。もっともっと実践してください。朝、リオルだけではなく、他の時も。それが理由です。繰り返し繰り返し。How many times? どれぐらい数？さっき言いましたね、108。どうして108？なぜなら、それも理由あります。108はとても神聖な数です。108。
なぜなら百は全てのシンボルです。全体のシンボルですね、百。それから五、一、もう五つ、five。それは五つの、これ要素、わかりますね、要素のシンボルです。要素。要素、ありますね、要素、エリメント。五つありますね。皆さん知ってますね。例えば、キシティ、これ土地、オプ、水、キティオプ、テージ、火、キティオプ、テージ、モル、風、ボン、アカーショ。ですね。それ本当に空ではない、エタルではない、もっと深い。アカーショ。それ五つ要素。それが5ですね。105。それもう3つは、もう3つは、1つは、これ、1つの考えは、自我と心と魂。もう1つの考えは、太陽、好きと私。それ108。ね、その108が繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返しは大事ですね。それから、その最初は、その種類数は188ぐらいのいろいろ形ありますね。どのように手でもできます。数でもできますね。数でも。それも普通でしょ。仏教も数あります。それから、ムスラム教、スピもあります。トスビ言ってます。トスビ。おでじマラケバルトスビ。それも普通です。それでいろいろ形もこの数えできます。一番最初は188回進む、後で数えるは本当に大事ではない。ね、普通の時数えるも本当に大事ではない。それからいろいろスタイルあります。どのように ?How methods of mantra chanting? 一つチャンティングは小さい声で。例えば、オンナムシバーイ、オンナムシバーイ、オンナムシバーイ、小さい。それから口で。オンナムシバーイ、オンナムシバーイ、オンナムシバーイ。それは舌で、舌、外から分からない。一番最後は心で。一番ベストは心で。なぜなら他の人聞こえないんですね。とても霊的な実践はプライベートですから、個人的ですから、他の人に見せない、見せたくない。ですから、とっても個人的、プライベートですから、一番最大事、一番いいは心。なぜならどこでも。いつでもどこでもできます。そして一番ベストです。もう一つ問題は、もし口で言いますと、心はあちこちを歩きます。散歩。口で言いますけれども、口でおのもしばよのもしを言いますけれども、唱えますけれども、心は散歩に行きます。バラバラです。もし心で唱えますとできないでしょ。心で本当にね、しますと集中しての可能性いっぱいあります。時々心でもバラバラありますけれども、ね、他のことを考えます、また唱えます、また他のことを考えありますけれども、ちょっとベタです、口より。それで、then how to count それしました。それから two types of chanting。もう一つ個人的なレベルで一人一人で一緒にグループ。それもいろいろ結果あります。一人でチャンティングしますね、インディビジュアル。それはもちろんいいですね、自分のうちに。だからグループチャンティング、とてもいいです。みんな団体一緒に、グループ一緒に。なぜなら、その一つ雰囲気、さっき言いますのはアカンダジャパン。なぜなら、その人しますと、その時、心でもいいです。口で出してもいいです。小さい声で。それもいいでしょ、ね、それのためになぜなら雰囲気がとってもとても神聖な雰囲気になります。その雰囲気も自分で感じ取ることってもできますよ。OK、行きましょう。オンナムシバヨ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 。オーム・ナマ・シヴァーヤ オーム・ナマ・シヴァーヤ 目を閉じて オーム・ナマ・シヴァーヤ オーム・ナマ・シヴァーヤ オーム・
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओके ですね。次はいつです。ジャパンいつします。一つは朝と夕方、とってもいい時間。なぜならその時自然も静かですね。本当に朝その時静か、それ夕方も静か、真夜中もいい、あお昼も、例えば主婦のためにお昼とてもいいです。なぜ皆さんいない、その時静かです。その時も全然 OK です。 So four times、 朝、お昼、夕方、真夜中、とてもいいです。で、自分でもちろんいろいろスキルの考えて自由はありますけれども大事です。ですけれども、その時だけではなく、さっき言いました、他の時も、例えば歩きながら、所持をしながら、料理しながら、お風呂に入っても、電車に行ってもですね、あった方がとってもとってもいいで、ありがとうございますですね。どうして、なぜなら、そうしますと、一つ先言いますね、それで世俗的な考えは止めます。無駄な考え止めます。否定的な考え止めます。ネガティブ thoughts, it will resist negative thoughts. Unnecessary thoughts. もう一つは、神様と私つながっている状態でます。I am connected with God. さっき言いました、名前と神様一緒ですから。そう、モントロで、ね、モントロの形で、私と神様のね、親しい関係に始まります。親しい関係、つながっている状態でね、センスオブプロテクション、守ります。神様は私に守ってます。その状態も出ます。 いろいろ本当に良い結果出ます。そして助言は、いつも助言は、できるだけ他の時もジャパンをしてください。夕方は夜だけではなく、他の時も。それから、メディテーション and ジャパン。あ、そうですね。それから、特別な、例えば、準備必要ですか？例えば、もちろん、夕方と朝、座って、ジャパンの時、もちろん、まっすぐ座って、目を閉じて、もう、唱えたら一番いいですね。最初はちょっと所持し、なぜなら、目、何や、ちょっとクリニック何や、そうじゃ、自分で、そして座って、まっすぐ背筋をまっすぐ座って、目を閉じて、ゆっくりく、それだけですけれども、他の時何も準備いらない。いつでも、トイレも OK です。いつでも OK です。それから、瞑想とメディテーション and ジャポン。ジャポンと瞑想一緒にしますと、結果もっと増えます。例えば、あるモントラとモントラの神様。例えば、ガネーシャのモントラを唱えながら、ガネーシャの像を心の中に想像して、瞑想すれば、どっちでも、瞑想しながらジャパも唱える、あるジャパも唱えながら瞑想する。一緒です。食事をしながらテレビを見る、テレビを見ながら食事をする。結果が同じです。ですね。そして、ですけど、あった方がいい。例えば、シヴァのモントラの隣、オムナマシヴァ、シヴァの像。ラマキシュのモントラの隣、ラマキシュの像。お釈迦様のモントラの隣、瞑想の時のお釈迦様の像。で、その結果がもっともっと
すごいです。ね、その種類、例えば分かりますね。ね、例えば、お釈迦様のモントラを唱えるのとき、お釈迦様の像をぞっと瞑想してくださいですね。それで、例えば、今、神様も二つあります。それも面白い。一つ、例えばある人は神様、形ではない神様を信じています。例えば絶対の真理。その時どうしよう。なんと、女もシバ、シバの神様のモントラでしょ。ノモミタブソウ、サカ様のでしょ。例えば、ラマクリシノ、ラマクリシノのでしょ。だから私は神様に、神様の形を信じません。どうしよう。何のモントラとしてのために。オウム。絶対の真理のブラマンですね。純粋な知識の瞑想の時、オウム唱えてください。あ、オウム唱えるの時、絶対の真理の瞑想をしてください。純粋な意識。そういう形ではない神様も OK です。全然。モントラも できます。瞑想もできます。あ、もし神様が好きですから、像。神様に信じてるのね。神様の像に信じてます。いろいろあります。チョイス。次は、フィクストモントラ。さっき言いました、いっぱいいっぱいチョイス。シヴァ神様、ヒンズー教の例えばいっぱいチョイス。シヴァ、ビシュヌ、ナラヤン、クリシナ、ドゥルガ、カーリ、混乱出てます。何が私は今か、君選べますか？混乱。それも結果も何でしょうか？だって自分で決める。本の中にいろいろ入ってます。出てますね、今。CD の中に出てます。CD、インターネット、本、雑誌。私のために何がいい？あ、その種類、モントラ決めた方がいいや、良くない。もいろいろあります。それのために、イニシエーションが一つ大事です。イニシエーション。ね？イニシエーションわかる？イニシエーション、日本語何？日本語何で言ってます？ん？入門。それから、例えば、キリスト教のバプティズム。で、ヒンズー教のディクシャー言ってます。ディクシャー。ね？入門。そう、グルーからイニシエーションを受ける。どうしてですか？どうして自分もし決めますと何が違います？ね、どうしてグルーからモントラを受けるどうして必要ですか？どうしていろいろヒンズー教にいっぱいグルーからモントラを受けてください。その助言どうしてですか？なぜなら、一つは一番大事なポイントはグルーからもしね、グルーからもしモントラを聞きますと受けますと、グルー、モントラと一緒にグルーから神聖な力も入ります。神秘的な力。説明難しい。ですけど、本当にそうです。グルーから、モントラと一緒にグルーから力、神聖な力も、神秘的な力も入っています。本からできないでしょ？CDからもし聞きます、できないでしょ？一つ、とても、それ一番大事です。ね？そのグルーからそのモントラ、なぜならそのグルー、一つそのグルーはそのモントラを実践して自分に悟りました。一つ可能性。もう一つはグルーのグルー。ね、グルーのグルー、先生の先生も、あ、先生、その感じでずっと続けてます。続きます、その順。例えば我々はラマクリシナですね。と、スラームクリシナ、スラームクリシナのホリマダ、ホリマダから、みんな、例えば、お坊さん、ね、我々のプレシデントモハラ、例えば私のグルーはシャミ・ビレッシュ・ラ・ノンダジ・モハラ、とブレッシュ・ラ・ノンダジ・モハラじゃホリマダからイニシエーションを受けました。そう、私はホリマダの孫。そうですね。それからそのそういうモントラの力が来てます。そして本当に特別です。プッツは全然できない。プッツの。もう一つは、もし自分で決めます、選べますと混乱出ます。
本当にそのものと私のためにいいかよくない、わからない。多分2ヶ月ぐらい実践して、ちょっと結果出てない。OK、別。別の意味を選べます。最初、オンノモシバーよ。2ヶ月。で、それの後、オンノモクリシナーよ。もう多分半年ぐらい。結果出てない。OK、今からオンゴニシャーよのも。混乱出ます。だからグルからもらいますとグル分かります。そのモントラはあなたのためにいいです。それで混乱ないんです。もう一つ時で危ないもあります。危ない。そのモントラは私のためにいいより良くないだけではなく、それで危ないもあります。例えば本当に混乱。例えば、そうはん。私はそれです。そのモントラを唱えますと、そのものずっと唱えますと全然進めない。なぜあの人は本当に神様形やない神様の瞑想を霊的な実践できないですね。進めない。その人のために神様の形がある。その種類、神様のモントラがいいです。それ、どなたが決めます。グルーが決めます。なぜならグルーはガイドですね。ガイドわかりますね、皆さん。ガイド。例えば、トレッキングの富。トレッキングわかりますね。トレッキング山。山を登るとき、トレッキング必要。ガイド必要でしょ。例えば、森。大きな森の中にもし入りたいなら、ガイド必要でしょ。グルーがガイドです。なぜグルー自分は実践してますから。そして、イニシエーションは、それのために大事ですね。そして、モントラをもらって、自分でちょっと直します。絶対それはダメです。私、そのモントラを私はちょっと直します。もうちょっと合わせます。ちょっと長いです。ちょっと短い方がいい。ダメです。もし、短いが欲しいならば、グルーに相談した方が大事です。いつも我々はちょっとモントラは私ちょっと長いみたいですから、普通の、例えばね、もちろんジャパンの時やりますけれども、例えば歩きの時は時々本当にちょっと短いモントラが欲しいですから、どうしよう、で、相談してください。そう、グルーはいます。OK、それをモントラ。時々それもあります。ね、ちょっといつもそれの時は時々実際モントラもあります。それでありますけれども、本当にグルーは、神様です。普通の人間のグルーは中間です。中間わかりますね。ミディアム。それ覚えなければならない。ね。本当にグルーは神様です。そのグルーは、その神様はグルーのハートの中に座って、あなたにモントラを教えました。ですね。もう一つ考えで、そしていつも弟子はそのモントラを神様から受けました。その信仰しなければならない。そうしないと、私のグルーは人間ですから、そのグルーいろいろ時々ね、時々いろいろ問題、例えば突然起こってます、ね、いろいろあります。その考えれば、そのグルーからもらったモントラで実践すればあまり結果出ない。そう、本当に信じなさい。グルーはミディアムです。ですね。それ本当に神様を見るんです。グルーも何を考えます？あなたは信者です。信者は私にいつも尊敬します。お供え、いろいろいっぱいお布施をあげます。私は高い。信者は小さい。そんなことない。グルーも考えます。神様は信者のハートの中に座ってそのモントラを受けました。そう、両方、グルーも神様、信者も神様。そう、神様からモントラを受けました。面白いです。だから本当に、バクティのアッドイトです。二元論的な非二元論的です。すべての神様です。そして、グルーも神様、弟子も神様。
そうしますと本当にその処理問答の結果が良いで、良い結果です。ですね。例えば、おしょかのんじ、とても有名ですね。おしょかのんじ、いろいろ、まあね、とっても高いレベルの本買いました。と、おしょかのんじは、サンフランシスコのベダントセンターの長でしたね。偉いお坊さんでした。と、ある時、おしょかのんじ、時々怒ってましたね、信者たちに。とても厳しいでした。と、その時、信者かったのは、モハラージ。お坊さん、私に時々、例えば私のグルー、これ本当に時々とても怒っ、もし怒ってますとどうでしょうかね。グルーは私に怒ってます。angry。 怒ってますとどうですか。その時、お正直答えました。本当のグルーは怒りません。人間のグルーは怒りますけれども、グルの中に座ってます。本当のグル、神様は怒りません。いつも自分の弟子のために愛だけ、ラブだけ、ノーアンガル。いました。とってもその本当に深いメッセージあります。ですね。そして今ちょっと話します。イニシエーション OK、イニシエーション受けましたけれども、今いいです。ですけれども、イニシエーションの推定、ちょっと皆さんの混乱があります。一つ混乱は、イニシエーションいいですけれども、今、しない。ずっと、年を取ってに、その時、イニシエーションを受けます。今ではない。もう一つの混乱は、お手に自由はなくなります。自由。それは本当にそれではない。ね、自由はなくなりません。それから、いろいろ混乱、もしあれば、それから例えば人、ね、例えば人に、例えば神聖な人、宗教の先生に相談した方がいい。で、イニシエーション、本当に何が必要です。例えば、ラムキシの相談。我々の相談、本当にとてもとても自由主義ですね。お金も関係ない。それから、例えば、その宗教だけ従わなければ、そんなこともない。それで本当に自由主義ですという、それから論理的ですね。普遍的です。それからですね、もう一つ、こんなのは、私のグルーは悟った人から私もイニシエーションを受けます。そう、悟った人からイニシエーション。それどのように悟った人わかります？わからないんでしょ？もう一つは、あなたのレベルは、もし高くないと、悟った人からイニシエーションをもらっても結果何も出ない。そして、弟子のレベルも高い。ね、高くなかったら、なければ同じです。大事は、グルーは本当に自分で実践してますか、してない。ですね。とってもそれも大事。本当にグルーはシリアスではない。ね。それもとってもとても大事ですね。清らかではない。それが大事です。それから、例えば、人とイニシエーション受けました。イニシエーションを受けた人の中にいろいろ種類人がいます。今ちょっと面白い。一番一つ種類、so、there are five types of devotees who take initiation. わかる？イニシエーションを受けた信者の中に5つ種類信者います。一番最初の種類は、イニシエーションを受けてすぐ忘れてます。グルの名前も忘れてます。私の経験があります。私はずっと昔、インドに、一つ田舎に私行きました。その時、田舎の人、私に見て、あなたは何の相談だ？ラモキシの相談。私もラモキシの相談からイニシエーション受けました。そうでした。あなたの
グルの名前なんですか？私のグルの名前はブテッシャルバブ。ブテッシャルバブ。おかしい。ブテッシャルバブ。ブテッシャーノンドジーですね。ブテッシャーノンドジー。ジーは尊敬の。バブが普通の人。例えば、ロコンさん。これ普通。お坊さんと絶対ジー。その方は、その人はブテッシャーバブ。本当に名前ブテッシャーノンドでしょ。忘れました。忘れてブテッシャーバブ言いました。グルの名前忘れた。次の時、あなたタイム、例えば、お母さん来ました。お母さん来て、ブテシャノンデジもその時、プレジデントですね。ブテシャノンデジ、ベルルマット、俺の本部。お母さん来て、モハラジに頼みました。モハラジ、私の娘をイニシエーションのあなたから受けたいです。あと、ブテシャノンデジ、あ、そうですか。娘、あなた、イニシエーション受けたいですか？あ、いいですね。だからさ、あなたどうですか？と、私もイニシエーション受けました。あなたもイニシエーション受けました。どなたからですか？ちょっと、名前覚えてない。その、名前覚えてない。ブテシャノンデジに尋ねました。そうです、すみません。あ、どう見えましたか？その、ね、その、あなたのグルー。どう見えましたか？ちょっとあなたを似てますね。あなたと私のグルー似てます。本当にブテシャノンデジからイニシエーション受けました。全然忘れました。ひどいですね。それ一つ種類。イニシエーション受けたの信者の一つ種類です。もう一つ種類は、世俗的な目的でイニシエーション受けたの。例えば体、息子の結婚、娘の結婚、仕事、いろいろ世俗的。セクラルパーパス。I want a good job. I want a good husband for my wife and daughter. 世俗的。関係ない。霊的。もう一つは、グルー says、それでもしその種類世俗的な目的はもし満足させない。させないの時やめます。やめます。もうあまり必須ではない。あなたタイプ。本当にそれあります。その種類。もう一つ種類はシリアスではない。グルーいましたから108、108。例えば先言いましたね。早く。そうして終わり。シリアスではない。それも結果あまりでない。もう一つ種類はシリアス。本当に知りたい。実践したいけども、我慢ない、忍耐ない。ペシェンスないんです。シリアスもちろん知りたい。それ一番良い種類、ベストは、シリアスと忍耐。なぜなら、なし、な、ないな。キウイ3年桃栗3年柿8年マンゴはもっと遅い15年それも同じですイニシえ So one type of fruit is just 3 years then you get the fruit if you sow the seedその種を植えれば、after 3 years you get. Another fruit is they call kaki persimmon. It takes 8 years. Then mango, it takes longer time. So, ビジョモントさっき言いましたね。モントも同じです。すぐでない。そして、serious と patience。そうしますと、絶対、もちろん出ます。一番最初の結果、何を出ます？心の平野。悩んでます。本当に心清らかになります。ね、いろいろもの理解もできます。理解のレベルがちょっと良くなります。
神様に対する愛が増えます。それをだん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 進めます。一番最後にもちろん何か下脱は出ますですね。それからもっと詳しい、例えば何がモントロとなえれば、我々一つ問題はどのように否定的な考え、無駄な考え、どのように止めます。一つ皆さんのちょっと問題ですね。否定的な考え、ネガティブ thoughts、 アンネセサリーと必要ではない、デンジャラス thoughts、 バッド thoughts、 悪い考え、どのように止めます。一番ポジティブウェイはモントラを唱える。その種類、悪い考え、考えたくない考えたくないしますと止めませんですね。そして一番大何ですか、神様の名前唱える。オムナモシヴァヤ、オムナモシヴァヤ、オムナモシヴァヤ、オムナモシヴァヤ。そうしますと自然でね、否定的な考え止めますよ。もう一つは挑発の時、誘惑の時、それを助かりますですね。例えばとても怒るのシチュエーションの時ね、除去の時、怒ってもすぐモントロを思い出しますと心は静かになります。タルモスタット、レプリザレタありますね。レプリザレタ、冷蔵庫の中にタルモスタットありますね。冷蔵庫の中にもしだん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 熱くなったらまた始まります、そのマシン。タルモスタット言ってますね。タルモスタット、タム、それがジョポスタット。問題の時、ジョパは自然で始まります。もし前から実践しないとできない。困るの時、問題の時、危険の時でない。そしてずっと前から実践しなければできない。その時、 So if we don't practice beforehand, during the trouble, during the problem, during the temptation, it will not come, it will not help. Then 心はだん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 清らかになります。 Why? 先言いました、神様は清らかですから、純粋ですから、モントロも清らかです。そして何回も純粋すれば、心は清らかになります。それ、mind becomes peaceful。ね、心も静かになりますね。心は強くなります。で、神様に対する愛も増えます。なぜなりますとね、神様とずっとつながっている状態、神様の親しい関係、そのまま出てきます。そう、最後に神様の悟りもできます。神様の悟り突然できない。先言いましたね、モントロの何が下脱。突然できないでしょ。ゆっくりゆっくり進めないと突然できないでしょ。超能力ではないでしょ。インスタントできないですね。インスタントティーできます。インスタントコーヒーできます。インスタントサマディないです。インスタント悟りないんです。残念ですけれども。そしてゆっくりゆっくり進めなければならない。それのためにモントロとってもとっても助かります。ゆっくりゆっくりね。え、霊的な実践の中にハイジャンプもない、ロングジャンプもない。ハイジャンプ分かります？ハイジャンプ、ハイジャンプ何？ロングジャンプないです。ノーロングジャンプ、ノーハイジャンプ。インスピリチュアルプラクティス、歩きあります。Walking is there. No jump. 飛ぶ。ないです。それのためにマントラ。Slow but steady. 知ってますか？一つの英語で言葉あります。Slow、ゆっくりですけれども steady、すごい。それがマントラの実践です。それで、モント先に何を言いますと、モントの定義、モノナトライオテイティ、モントラ。モントラを唱えれば、モントラ深い考え、意味を深い考えれば、神聖になります。清らかになります。
束縛を解放します。解放されます。下脱もできます。 OK、 ありがとうございます。 OK、 そろそろ。ありがとうございます。天野君、行きましょう。